今日の、テーマなんですけども、あ、ちょっとカメラ止めちゃいます、ね。今日のテーマですが、PDB、プロテインデータバンクに登録された立体構造情報の眺め方ということで、聞いてる方、計算の方がメインだというふうに理解してますが、まあ、その PDB にある立体構造情報を使って何かするっていうことが、まあ、あるんじゃないかと思います。で、今回はその、まあ、立体構造情報がそもそもどうやってできてきたものなのかという、まあ、基礎に、焦点当ててお話しして、まあ、そういう、まあ、背景知識をある程度持っていただくことで、まあ、自分自身でその構造を、まあ、より、よく見ることができるようになればと、思っております。で、今日、対象とするのは、苦戦結晶構造解析と、電子顕微鏡による単粒子解析の、2つに絞りました。一番、現在でも一番メジャーな方法である苦戦結晶構造解析と、まあ、電子顕微鏡って、言うと実はいろいろな方法が可能なんですが、その中でも、まあ、今現在代表的な方法である単粒子解析に絞っています。で、特徴はいくつかここに書き並べましたが、ちょっと実感をつかみやすくするために、こんな絵を作ってみました。これは PDB に登録された、まあ、縦軸に、ですね、生物学的構成要素を作る、まあ、残基数、まあ、要するに分子の大きさですね。それをログスケールで追っていて、横軸に分解能を書いていまして、この青が単粒子解析、電子顕微鏡による単粒子解析で、赤が X 線結晶構造解析です。で、まあ、これを見て一目瞭然であるように、電子顕微鏡は、やはりその大きい分子をそこそこの分解能で決めるのが得意。X 線結晶構造解析は少し小さめの方が得意であるけど、分解能はかなり高いところまで行くということがわかります。ただ、電子顕微鏡は今非常に伸びてきておりまして、2013年に分解能革命が起きて以来、例えば去年なのには、電子顕微鏡で 1.2 オングストロームというのを原子分解能まで本当に到達した例もありますし、小さい方もかなり高い分解能でいけるようになってきています。まあ、それでも、X 線の最高分解能である 0.48 オングストロームには、まあ、まだまだかないませんが、まあ、かなり、十分な分解能が電子顕微鏡で出るような、時代になっております。今日はまずでも、お話として、まあ、X 線の方から話をしたいと思います。まあ、そこの方にかなり、電子顕微鏡の理論する上でも基礎となる、概念がありますので、まず、こちらを、説明したいと思います。で、まあ、例えば、有機性分子であるリボフラビンを、結晶構造解析で構造を決めるっていうのはどういうことなのかというと、これはまず、こういうですね、こう、もこもこした絵が最初に作ることができるんですね。これ3次元の電子密度分布図になっていて、電子密度が高いところ、つまり電子がいっぱいあるところが、この網で囲われて、表示されています。電子がいっぱいあるところっていうのは、つまり原子があるところなので、ここに、そのマップを解釈する形で原子の模型を置いていくことで、分子の3次元的な構造が、確定するというわけです。これはタンパク質、ここではリゾチームですが、タンパク質でも全く同じで、まず、まあ、かなり大きいですが、電子密度図がこのように得られて、そこに、モデルを置いていって、解析ができると。なぜそもそも X 線を使うのかということですが、まあ、例えば、可視光を使う、普通の顕微鏡では、まあ、可視光の波長程度のものしか、まあ、見ることができないわけですね。で、分子の世界を見る、つまりこの、例えば炭素炭素の結合距離が 1.5 オングストローム程度ですが、このいう世界を見るには、このスケールと合った光を使う必要があるわけです。X 線というのは10のマイナス10乗メートル。これは1オングストロームというふうに普段呼びますが、1オングストローム、まあ、この、原子のサイズと、かなり、マッチした波長になってますので、X 線を使うことでこういう小さな世界が見えるというわけです。この後お話しする電子顕微鏡は、これは電磁波ではなくて電子による物質波ですが、これは波長で言うと 0.02 オングストローム前後という X 線よりもはるかに短い波長になっています。で、なぜ X 線構造が見えるのかをもう少し説明していきます。まあ、今、リゾチームはここにあったとしましょう。これの原子の模型で書くとこのようになっておりますが、
今、単純にするために C アルファ原子だけ残して書いておきます。で、ここに、X 線が入ります。まあ、好きな方向から X 線を入れるわけですが、この時に何が起きるかというと、トムソン散乱という現象が起きて、まあ、この原子を構成している電子がいっぱいあるわけですけども、そこに X 線がこちらの方向から入ってくると、X 線は電波の振動、電磁波で電波の振動を持ってますので、この電波の振動によって電子が強制振動されて揺さぶられます。この方向に揺さぶられます。で、電荷を持った電子が揺さぶられるので、ここから電磁波がまた同じ波長の X 線が新たに発生します。で、これが全ての電子に対して同じように起きて、そこで発生した波がその遠くに検出器を置いておくと、そこで、波の、干渉結果として検出器上に移ります。この黒いところが X 線が強く当たっているところで、白いところは X 線が来てないところです。こういう波の、合成波が、観察されるわけです。で、これが見えると言ったんですが、実際に X 線を一分子に当てて、こういう模様が、見えるってことは、起きません。なぜかというと、トムソン散乱はかなり弱い散乱なので、とてもじゃないですが、まあ、今現在、人類が持っている X 線の強さでは、観測することは、できません。まあ、できないんですが、ちょっとこの、まあ、現象としてはこういうのが起きてますので、このままちょっと話を続けます。で、その波の合成っていうふうに言いましたが、そのことについてもう少し丁寧に詳しく説明したいと思います。ただ、ちょっとここの部分のお話は、例えば学部の授業でやるんだったら1、2コマぐらい使っても本当はいい内容なので、ちょっと初めて見てついていくのはしんどいかもしれませんが、もし興味あれば後で手を動かしてみてください。ちょっとわからなければ後の結論だけ押さえていただければいいんですけど、まず入射方向を S0 ベクトルとします。これは人間が好きに決めるわけです。こっちの方向から X を入れたらそっちの方向が S0 ベクトルです。で、方向ベクトルなので長さは1とします。で、次にその電子によって光が、X 線が散乱していく方向を考えます。これ本当はいろんな方向に散乱していくわけですが、例えば今検出器のこの場所に到達する光の方向、この場所の光を、合成波を考えたくて、この場所に到達するのはこの S1 ベクトルだというふうに思ってください。それで波の合成を考える上で、航路差を考えなきゃいけないわけですが、まあ、こう波がこう入ってきて、ここまでは波面が揃ってるわけですね。で、一方、ここから先も同じ距離になりますので、この二つの波にとって、距離の違い、航路差はここのに当たります。で、ここは、これちょっと実際手で動かしていただければすぐわかると思うんですけど、ベクトルの内積を使ってこのように書くことができて、で、航路差がこれと分かったら、位相差はそれにラムダ分の 2π。これ波長ラムダの光なんで、ラムダ分の 2π をかければ、位相差が求まります。で、ここで、ラムダ分の S1-S0 というベクトルを新たに S ベクトルとして定義しました。これがとても大事な量で、逆光子ベクトルという名前がついています。で、ここから来た波とここから来た波を、足し算すれば合成波になるんですが、ここで一旦、電子実際にはいっぱいあるので、ここを基準に取るよりかは、どこか原点を基準にした方が分かりやすいので、原点に対する位相差という形で取り直すと、一つ目、ここから発生する電子、この電子から発生する波が、エクスポネンション 2πi の R1 と S の内積でかけて、2個目は、こっちの波はこの1ベクトルを使って、このようにかけます。で、この足し算をすれば、ここで、見える、波の合成波が求まるわけです。ただ、実際には2個ではなくて、たくさんあるので、まあ、N 電子系に対しては、まあ、N 個同じように足し算すればいいわけです。ただし、電子の位置というのは、位置座標というのは確定しないので、これを電子密度関数を使って置き換えます。これは要するに、この1個1個の足し算というのはできないので、今微小体積と電子密度っていうのを掛け算すると、つまりその微小体積中にある電子の数になりますから、まあ、そういう形でこれを積分で置き換えてるわけです。で、ここまで見て、勘のいい方は気づくと思うんですけども、これフーリエ変換の式になっているんですね。電子密度をフーリエ変換したものが、その合成波の式になっている。で、この合成波の式である F を構造因子と呼びます。これ、複素数量ですので、絶対値としての F と、位相成分としての
ものに分解することができます。ということは、フォーリエ変換であるということは、もしこの F が、いろいろな S ベクトルに対してこの F があるわけですが、それをすべて集めることができれば、逆フォーリエ変換によって電子密度図が復元されます。なんですが、実験だけからはこの計算をすることは実はできなくて、この波がここで観測されるって言いましたけども、波そのものを見ることはできなくて、この、実験で得られる干渉パターンというのは、その波の、絶対値の2乗に比例した、強度、振幅の、絶対値の2乗に比例した強度情報としてしか得られないので、ここで位相情報が欠落しています。なので、この計算を実験データのみからでは、実行することはできなくて、これを位相問題といって、結晶学の中心的な問題になります。なんですが、ちょっとここで、この検出器に移る、構造因子の、S ベクトルはどういうものが移ってくるのかというのをちょっとここで、考えておきたいと思います。そもそも逆光子ベクトルは、このように定義しました。これ、式変形しますと、このようになって、これは S ベクトルに関する Q の方程式になっているんですね。2次元だったら N の方程式ですが、3次元なので Q の方程式になっています。つまり、半径ラムダ分の1の Q ですね。それが、Q の中心がマイナスラムダ分の S0 に当たります。これはどういうことかというと、X 線がここから来て、原点がここにあるとすると、この原点から来た方向に、X 線が来た方向にラムダ分の1だけ戻って、そこを中心とする Q があって、その Q 上にしか S ベクトルは存在しませんということを言っています。ここで今考えている空間は、逆空間といって、そのいろんな S ベクトルが存在する空間、なんですが、その中で、この球面上にだけ S ベクトルがある。例えばこの場所の S ベクトルは球面に乗っているので、こういう形で、ラムダ分の S1 ベクトルが増えて、つまり S1 ベクトルの方向に光が飛んでいって、この場所では、この S ベクトルに対応する、F、構造因子の絶対値の、2乗が見えているというわけです。ちなみにこの絵だと、この中心は、X 線がこのまま直進して当たる場所です。だからここは S ベクトルの絶対値が0。フリー変換でいう直流成分が来るところで、外側に行くと S ベクトルの大きさが大きくなっていく。つまり空間周波数の大きい情報、分解能の高い情報が届きます。とにかく大事なのは、検出器に移る部分というのは、この反射球、エヴァルド球と言いますけど、これの球面上のこういう領域だけが検出器に移ってくるわけです。で、先ほどフーリエ変換するためには、この様々な S ベクトルに対して、情報が必要というふうに言いましたので、ここだけじゃなくて他の部分も必要になります。どうするかというと、この空間自体というか、エヴァルド球を回してしまうのが一番簡単なわけですね。違う方向から X 線を入れれば、違うところにエヴァルド球ができますので、逆空間の違う部分が切り取られて検出器に移ります。そういうことを繰り返して、実際には、サンプルの方を普通は回しますが、そういうふうにして逆空間全体の情報を検出器上に持ってくることができるわけです。で、ここまで話をしてきましたけども、そもそもこのパターンは映らないというふうに言いました。弱すぎて見ることができないので、どうするかということを考えます。今、例えば2分子、同じものを並べたとします。全く、同じものが2個きれいに並ん、横に種、コピーを作っただけですね。これに X 線を当てると、このようにですね、白い線が出てきます。この要するに X 線が当たらない部分というのが島で入るようになりました。これをさらに、縦方向にも並べると、今度はさっきのこの縦の線に加えて、この横の線も入り始めます。これ例えば、ここの縦の距離を離してやると、この、検出器に移る模様の島は、の間隔が短くなります。このように、実空間と、逆の動き方をするので、そういう意味でも逆空間と呼んでると、思ってください。で、さらに分子を増やします。分子増やしますと、ここでは 5×5 分子ですが、白い部分がもうますます増えていって、このように綺麗に格子模様が、見えてくるのがわかると思います。これは何が、数学的に何が起きているかというと、元の1分子の散乱パターンに対して、このラウエ関数というものがかかっていて、
これはその特定の部分だけ、何か強い値が来る。一定周期で特定の部分だけ強い値が来て、その他の部分はどんどん、n が大きくなるとどんどんゼロに近づいていくような関数です。なので、もっと分子を増やして 7×7 にすると、そのさっき強くなってた部分がさらに強くなり、残りの部分はますます弱くなりという形で、この特定の点々のところだけが強度が増幅されていきます。で、他の部分はどんどんゼロになって見えなくなっていく。というわけで、このように、することで、実際に観測できるまで強度を、増幅させることができるんですね。これが、つまり結晶の状態ということです。結晶というのは同じ分子が、平身対称性でもって、つまりこちらの方向、こちらの方向という形で、きれいに、並んでいっている状態が結晶ですので、そのような状態にすると、X線が増幅して観測ができると。これ実際のリゾチームの、結晶の写真ですが、まあ、例えば200ミクロン、結構これは結晶構造解析した大きい方の結晶ですけども、200ミクロンというサイズにまで結晶を成長させることができたら、これはリゾチームのサイズから考えると、一辺あたり5万分子もあることになります。さっきの N 数が5万になるわけですね。でそうすると、卓上の X 線発生装置、放射光に比べればかなり弱い光でも、このように、きれいに点々が見えてきて、この一個一個が、構造因子の、絶対値の2乗になっているというわけです。なので、これを結晶をくるくる回転させながら、たくさん、写真を集めていくと完全な、逆空間が得られて、あとは位相さえあれば電子密度が分かるという、感じです。で、この後ちょっと話をするタイミングがないので、ここで、話をしておきたいと思うんですけども、X 線を当てると、基本的に分子は損傷を起こします。X 線っていうと、非破壊検査っていうイメージがあるかもしれないんですけども、実際にはかなりダメージがあって、さっきほど説明したその、トムソン産卵、解説パターンを作り出す男性産卵は、これは全くエネルギーのやり取りがないので、ダメージは起こさないんですが、これに伴って他の現象も同時に起きていて、これは高エネルギーの電子を作り出し、それが、例えば溶媒の水分子なんかをラジカル化させて、タンパク質を攻撃していったりして、ダメージを起こします。で、ダメージは、まあ、2種類に分けられて、1つは、全体的に、壊れていって、まあ、その結晶としての秩序がなくなっていく現象ですね。そうすると、解説強度が弱くなっていき、分解能が劣化します。例えば、最初はこれだけ見えていたのが、後の方ではこんな風になってしまうみたいなことが起きます。また、それとは別に、ローカルな損傷というのもあって、例えば、ジセルフィド結合が切れてしまうだとか、金属原子が還元されてしまうとか、まあ、コンフォメーションが変わってしまう。また、あと有名なのは、アスパラジン酸、グルタミン酸の即座の、カルボン酸が脱炭酸を起こして亡くなってしまうなど、こういうのは要するに X 線によるアーティファクトなわけなので、まあ、構文からの解析するときは、まあ、こういうことが、まあ、なるべく落ちないように、まあ、十分弱い X 線を使うってことが、大事だったりはしますが、まあ、こういった例、の解析は、たくさんありますし、PDB にも数多く登録されているかと思います。まあ、測定の話は、まあ、もう、よくて、ちょっと構造因子についてもう少し、詳しくお話ししておきたいと思います。構造因子の式、定理で、こういうふうに書きました。電子密度をフーリエ変換したもの、全空間に対して積分をしたものですね。で今、まあ、こういう箱を考えまして、この中に電子、原子が1個、まあ、2個、まあ、N 個あるけど、まあ、2個だけ書いています。この2個の原子が、からできた結晶というものを考えたいと思います。で、これを、この体積中でフーリエ変換、積分するわけですが、ここで1個1個の原子の足し算に分離することができます。ここの式でやってることなんですけども、例えばこの ここの原子から、原子の器用だけを考えるときは、ここの原子のことを一回忘れて、この原子だけがあるような空間だと思って、この原子の電子密度だけをまず最初に積分します。で、次にこっちの原子については、こっちの原子の、電子密度に関して積分をする。で、そのようにすると、1個の孤立した原子の電子密度のフーリエ変換というのを原子産卵因子というふうに呼ぶんですが、こういうスモール F っていう量として定義してやると、これは元素ごとに固有の量になって、
単純にこのように原子ごとの、足し算で、構造因子というのを書くことができるようになります。これを一応、複素数平面上で図すると、これ実軸、虚軸だとしますが、まあ、これ2個原子が、例えばこの1個目の原子の器用が、これがある、F1 という原子3ライン子を持った原子だとすると、長さがこのように決まって、ここの角度が、この 2π、ここですから 2πr1 と s の内積になるわけですね。で、これが1個目の原子の器用で、2個目の原子の器用が例えばこのようになっていたら、この角度がまた、2個目の原子の座標に依存して決まってくる量で、これの足し算ですから、このベクトルというか、この複素数が、構造因子ということです。で、観測ではここの長さだけが分かって、ここの角度が分からないのが問題という話ですね。で、今度原子三乱因子について、少し考えてみると、まあ、これ、電子密度、原子の電子密度のフリー変換といったので、まあ、原子の電子密度というのは実際こういう形をしています。球対称で、考えていますが、タンパク質を構成する、原子の電子、電子密度をいくつかここに書いておきました。水素、炭素、窒素、酸素、硫黄と、まあ、ついでにちょっと大きい原子の例として鉄を書いています。で、半径は結構似たり寄ったりなので、原子番号が大きくなればなるほど電子の数が増えていきますから、電子密度は強くなっていくんですね。水素はなのでかなり弱いです。でこれをフーリエ変換したのが、原子三乱子ですので、それがどういう形になるかというと、まずこのスタートの、S の大きさが0のところ、分解の無限大のところは、必ず、原子番号からスタートします。これは、まあ、S が0ですので、ここのエクスパンションのこう1になって、電子密度関数のただの積分になりますので、原子資料、つまり電子の数になるのは、すぐに、分かることなんですが、つまり、原子番号が大きいほど、三乱子というのは強くなる。で、そこから先は、このように、減衰していきます。これは、この元の電子密度がこういう形、大きさ、幅を持った、分布ですので、この分布の形を反映して、このように落ちていくことから、まあ、形状因子という、言い方もしたりします。なので、X 線結晶構造解析では、電子密度が見えるということで、電子密度というのは原子番号に比例して、まあ、強く、なっていくという点を押さえていただければと思います。続きまして、位相問題についても、簡単に説明を、しておきたいと思います。フーリエ変換のその位相成分がなくなるんだと言われてピンとくる方はそれで十分なんですけども、来ない方のために絵的な説明を加えたいと思います。これは、まあ、今、例えば猫の絵がありまして、これが実空間、まあ、これタンパク質の代わりだと思ってください。まあ、猫の絵です。で、これをフーリエ変換すると、このような模様が得られると考えます。これ、色をつけているのは、この色でもって位相情報を表現してまして、例えば0度だ、位相0度だったら赤、90度だったら緑みたいな形で色をつけて書いています。実際にはというか、その振幅成分は、その濃さで表現しているんですが、なので色を抜いた、この振幅だけのものが実際の観測では得られるものですね。これに対して、何らかの方法でこの位相、ここでは色の情報をつけてやると、逆フーリエ変換によって元の猫に戻すことができると。で一方、アヒルについても同じように考えますが、まあ、全く違う、位相全く違う、模様が当然得られます。で、そのうち、この振幅だけが、実際に観測される情報というわけです。で、今、アヒルの構造を解きたくて、アヒルに X 線を当ててこのような模様を観測したとして、そこで、間違えて猫の、位相情報を使ってしまうと何が起きるかということを考えてみます。つまりこの模様に対して、この猫の位相情報、色のパターンだけをこちらに持ってきて、その状態で逆フーリエ変換すると、この猫だけが見えてくるんですね。実験データとして、振幅情報にアヒルしかないのに、実験情報の方に一切含まれてない猫の模様というのが、浮かび上がってきます。このように全く違うものの位相を使ってしまうと全く違うものの絵が出てしまうという問題が
あります。その位相と振幅だと、実は位相の方がはるかに重要な情報なわけですね。位相、デタラメな位相とデタラメな振幅、どっちがいいかって言ったら、デタラメな振幅の方がまだいいわけです。位相情報が完璧になれば、そっちの方がはるかにいいんですけども、まあ、現実として観測されるのは位相ではなくて振幅だけなので、まあ、こういう間違いを犯してしまわないように気をつけないといけない。ただ一方、今度はじゃあ猫の構造と比較して猫の産卵パターンを取りました。で、これに対して、猫の、モデルを用意してくるんですけども、こっちには尻尾がついてないです。ちょっと不完全な猫のモデルです。でもその不完全ですが、まあ、近似的にはかなり近いと。そういったものの位相を使ってやると、逆振り変換で浮かび上がってくるのは、このちゃんと尻尾のところが見えてくるんですね。この尻尾の情報は位相には含まれてなくて、ちゃんと振幅にある情報なので、実験データに由来する、像というのが、その近似的な位相を使えばちゃんと浮かび上がってくるので、なんとかして近似的に正しい位相を手に入れられれば、ちゃんと実験データの情報が、復元できるということをここでは、示しています。